いけない。買い物をしていたらこんなに夜遅くになっちゃった。あたりは真っ暗。家にはお兄ちゃんと善一さんが待ってるの。早く帰らなきゃ。よいしょ、よいしょ。あれ？こんなところに何かが落ちてるわ。これは一体何かしら？スマートフォンみたいね。ん？何か書いてある。何が書いてあるんだろう。見てみよう。絶対に見てはいけないって書いてある。これは誰かの落とし物じゃなくて、絶対に見てはいけないスマートフォンってこと？拾い届けて交番へ渡そうと思ったんだけど、絶対に見てはいけないんだったら交番へ渡すことはできないわ。でも、絶対に見てはいけないって書いてあると、やっぱりなんだか見たくなっちゃう。一体何があるんだろう。このスマートフォンの表の画面、絶対に見てはいけないって書いてあるけど、見たいな。スマホの表見たいな。ちょっとだったらいいよね。誰かのいたずらかもしれないし。よし、絶対に見てはいけないスマホ、見ちゃおっと。え？何これ？なんだか怖い画像が映って。ねえ、炭治郎。今、ねずこちゃんの悲鳴が聞こえたよね。ああ。ねずこの帰りが遅いから、迎えに来たけど、ねずこちゃんの声で、キャーっていう声が聞こえたね。うん。ねずこに何かピンチかな。あれ？あんなところに。ねずこちゃん！ねずこ、大丈夫か？ねずこちゃん、大丈夫？どうしたの？救急車呼ぼうね。あれ？なんだかこのねずこちゃん、変な感じ。ねずこ、一体どうしたんだ？なんだかねずこちゃんのいつもの笑い方じゃないね。ああ、善逸見てみろよ。ねずこの足元に、絶対に見てはいけないって書かれてるスマホが落ちてる。もしかしてねずこちゃん、このスマホを見て、絶対に見てはいけない呪いにかかっちゃったのかな？ああ、その噂聞いたことがある。絶対に見てはいけないスマホの画面を見てしまうと恐ろしい絵があって呪われてしまうっていう噂がね。ねずこちゃんが呪われても大丈夫。僕の愛の力でねずこちゃんを元に戻してみせるよ。でも、呪われたねずこをどうやって戻せばいいんだ？呪われる前のねずこちゃんを思い出させればいいんだよ。ねえ、ねずこちゃん。君が呪われる前の旦那さんは誰？ぜがつく人だよ。ぜがつく人、わかるでしょ？ゼロワン。ねずこの旦那さんは仮面ライダーゼロワンじゃないぞ。まあ、善逸でもないけど。そんなわけわかんない質問したって、ねずこは元に戻らないぞ、善逸。じゃあ何を質問すればいいのさ。俺は兄ちゃんだから、ねずこを元に戻す方法を知ってる。ねずこが元に戻った時に、そうだな、食べたいものって何かな。ねずこ、食べたいものはないのか？肉。肉って、ダメだ、完全な鬼のねずこちゃんの考え方だよ。ねえ、ねずこちゃん、鬼になる前は好きなものなかった？ほら、キラキラ光って甘いお菓子。キラキラ、甘いお菓子。お、なんだかいい感じだ。元に戻りそうになってる。ねずこちゃん、その調子だよ。キラキラしてて甘くてカラフルな、とっても素敵なお菓子。お星様みたいなお菓子だよ。キラキラ、お星様。そうそう、甘くて美味しいんだよね。ねずこ昔から大好きだったな。ねずこちゃん、ねずこちゃんの大好きなもの思い出して。呪いから解けたら、俺がねずこちゃんの大好きなそのお菓子、たくさん買ってあげるから。キラキラ、甘いお星様。コンペイトーやったー！ねずこちゃんが元に戻った！
ねずこ危なかったな。あのまま呪われっぱなしだったらお化けになっちゃうところだったぞ。一体何が。あ、そういえば私、見てはいけないスマホを見て呪われちゃったんだわ。お兄ちゃんと善一さんが助けてくれたの？そうだぞ、ねずこ。ねずこが好きなものを思い出させたんだ。ねずこちゃんの大好きなコンペイトを思い出してくれたら元に戻ったんだよね。コンペイト？私、子供の頃からコンペイト大好き。そういえば善一がコンペイト一生分ねずこにあげるって言ってたぞ。一生分は多すぎるでしょう。私、一生分でもいいわよ、善一さん。そう。じゃあ、僕、ねずこちゃんに一生コンペイトをあげる。そして二人で甘い家庭を築こうね。おい、それとこれとは別問題だぞ、善一。まずは厳しいお兄さんから許しを得ないとね。みんなは絶対に見てはいけないと書かれているものを見てはダメよ。私みたいに恐ろしいことが起こっちゃうかもしれないからね。でも、そんな時は、あなたの好きなものを考えてね。怖くなったり、嫌な気分になった時は、あなたの大好きなもの、心をワクワクさせるものを思い描いてみて。そうすれば、きっと大丈夫。元通りの元気いっぱいになれるよ。それじゃあ今日はこの辺で、また別の動画でみんなに会えると嬉しいな。じゃあね、バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな？正解は炭治郎でした。わかった人おめでとう。また別の動画も見てね。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしく。